はい、こんにちは、えー、キンちゃん B B と申します今回はですね、えー、トレードに関する私の推奨書籍について話をしていきたいと思います、えー、これからですねトレードを勉強しようと考えておられる方あまあ、えー、そういう方多分この動画にたどり着いたと思います,、えーとですね、今まで、まあ、私がどういったああ書籍を見て読んで勉強してきたかというところですね、えー、そういったあの内容を、まあ、少しでも皆さんに役に立てられたらなということで この動画を配信していいきたれからですね相場を勉強しようとモチベーションを高めている視聴者に対し私が実際に読ん,で読んでためになった、うん、書籍を紹介し効率的に学習効果を高めていただくものであります。えー、本動画の対象者につきましてはこれからまあ相場を勉強しようと考えている方全般となります。 ははいそれではですね、えー、早速、推奨書籍の方に移っていきたいと思います。えー、私のです、ねえー、動画をご視聴していただいている方のほとんどは、ですねおそらくですね、えー、テクニカル分析に興味を持っていただいた方がほとんどではないかというふうに認識をしております。というところでですね、えー、最初はですねテクニカル分析のお,、まあ、おすすめの本について紹介していきたいと思います。えー、っと テクニカル分析のですね、おすすめの本ですけども、えー、先ほどサム,ネサムネイルにもあった通りですね、えー、先物市場のテクニカル分析ですね、えー、これ一択ですね、これ一択です。あのー、これをまず覚えていただければ、私の知識ぐらいは余裕で、えー、マスターできます。えー、内容についてはですね、あの本当にテクニカル分析の全部基本的なところですね、が全部網羅されています。えー、あとね、ちょっと、まあ、あのサポートやレジスタンスの なまあ、その中における市場シーとかあー指標のちょっとしたところですねも、まあ、載ってますので、まあ、これを1個覚えればですね、えー、大体テクニカル分析についてほぼマスターできるのではないかなというふうに思っておりますまああの内容について簡単に紹介していきますと、まあ、テクニカル分析を学ぶ上で基礎となるですねダウリ論、まあ、聞いたことあると思うんですけどダウリ論ですねあチャートパターンですねヘッドショルダーとか フラッグ、ペナントお、ダブルトップ、ダブルボトムなどのチャートパターンですね。あと、目標株価ですね。これはチャートパターンの目標株価とか、あそういったものですね。あと、出来高。出来高がどういった意味を持つのかというところですね。細かく載っております。あと、エリオット波動理論。これ基本ですね。フィボナッチ理論ですね、えー。ポイントフィギュアチャートの読み方。あまあ、テクニカル仕様について、まあ、詳細に書かれていますと。まあ、あの、一番ね、重要なのは、やっぱダウ理論と、まあ、私はチャートパターン。 あとリュータントですねこの中に、まあ、あのヒントとしては目標、あの出来高とかあの目標株価とかを見ていくんですけども、まあ、あとで、ね、余裕があればポイントのフィギュアチャートを覚えれれば、まあ、かなり戦力になるのではないかなというふうに思います。えーとまあ、特に、ね、読者についてはチャートパターンとその出来高をチャートパターンが算出される目標株価について再現性が高いという要請が高いことを保証すると、まあ、これは全くその通りですね。 あとサポートエリティスタンスにおける、えー、市場心理とか医療タドリロー理論、フィボナッチ自立の押し目戻し目ポイントフィギュアチャートは、まあ、覚えておいたほうがいいでしょうというところで、まあ、これを覚えておけばですね、結構ですね、あのーうんまあ、他のですね例えば、いいとか自動売買、裁量トレードをしなくても自動売買とかで、ちょっとしたロジックとか載っている時にまに、あ、話が分かるんですよね内容、どういったものの、どういったロジックがベースとなっているんだろうというのをこれ、こういうのね、 あの覚えておけばテクニカル分析さしっかり覚えておけば抑えておけばどういったロジックで動くものかっていうのは後、ね、ろとイメージできるんですよねなのでねこれはねしっかりと覚え,覚えておいた方がいいと思いますはい続いてですね、えー、勝つためのマインドですねここに入っていきます、まあ、マインドについても、まあ、これねマインドのお、まあ、書籍についてはこれみんな有名な、あのー、書籍になります全部ねおすすめですね正直言って。 えー、中でも私が一番おすすめるのはこの高勝率トレード額のお,おすすめになります。これはね分かりやすいですよね。あのー、ゾーンってあるんですけど読んだことあるんですけど結構ね全問答に近いことをやってるので、まあ、よくスポーツ選手とかでゾーンに入ったとかいうやつなんですけどもそのゾーンについて言葉で説明しているので結構回りくどいんですよね。なので読みやすさっていったらこちらの方が、あのー、皆さんにはとっつきやすいのかなというふうに思います。 でマインドまあねえっ、ー、とこのねわかりやすいポイントっていうのは非常にですねああのの筆者があの経,験談ですよ、ね、経験談とかあとまあ自分の見てきたトレーダーをのあの内容を交えてえっ、ー、とわ、まあ、かりやすいです、ね、非常にわかりやすくてこうやってやるトレーダーっていうのは負けるよとこうやってやるトレーダーは勝てるようになるよっていうようなのを、まあ、具体的に示していると。あああと、まあ、そのの中にまああの マネーマネジメントの大切さとかあと、まあ、マインドのところですねもしっかり、ね、出てましたので、まあ、マインドを研究するんであれば、まあ、ちょっとねテクニカル分析も入ってるんですけど、まあ、マインドを、ね、分析する、まあ、マインドについて勝つためのマインドをしっかりとねあの学んでいくあるいは考え方を学ぶんであればこの高勝率トレード学の進めっていうのは、まあ、マジでおすすめですね。あの一番 他の推奨書籍の中でも一番おすすめなのがこの高勝率ストレード学のおすすめですので皆さんねぜひ一度目を通していただければあなんとなくねえイメージができるんではないかなとあのテクニカル分析も載ってるしメンタルも載ってるしマネーマネージメントも載ってるんでちょっとした手法も載ってるんでまあとはねえーまあゾーンこれはまあ本当全問問答みたいな感じでまあ精神論ずっと延々と語るやつなんですよねこれは。 デイトレードは、まあ、あのあので名前はデイトレードなんですけどもう全部マインドですね。マインド系のやつです。あのテクニック的なものは全くてないんで、えー、どういったあメンタルの置き方をした方がいいのかっていう戒めの言葉とかそういったものを学びたいならこのデイトレードですね。あとはマーケットの窓出、ま、しっていうのは、まあ、あのトレードで成功した方の まあ成功例というのかをインタビュー形式でつづっ,ったものなのでまああのここで学べるのはまあこういったあの教訓事項とかを学べますね教訓事項とかをしっかりと学びたいっていう方はあの成功したトレーダーの言葉っていうのは非常にあのためになりますのでまあこの本がおのまわり,りのありじゃないのかなというふうに思います。それではですね最後にえトレードショーの開発のヒントを学ぶというところで入っていきたいと思います。 トレード手法の開発をヒントを学ぶっていうので一番最後の枝葉の部分なんです一番最後に来る優先順位だと思うんですけど学びにしてはですね学びのところではですねでその中でまあおすすめなのはジェイク・バーンスタインさんの書籍が比較的おすすめなのかなというふうに思います他のおやつを強いてあげるんであればラリー・ウィリアムズさんの短期売買とかもですね参考になるのかなというふうに思いますでまあどういったまあ内容のものかといいますと まああのギャップの種類とか、ね、ギャップを利用した手法とかですねチャンネルラインブレイクアウトの手法とかですね、まあ、有名なところでストキャスティックスポップですねあのー、買われすぎ水準でなりゆきで買って売られすぎ水準でなりゆきで売るという、ねあのー、手法なんですけどまああのー、これね、あのー、自分のチャートで一度見てみてください75%以上でなった時に買われすぎだから売ったらですねどうなるかっていうのをね後、まあとで皆さん見ていただくと分かると思うんですけど 結構75%以上になると伸びるんですよね株価って。えーあ,まあ、あと25%以下になると結構、ね、売られるんですよ。でそういうのを見,見ていただくと、まあ、この手法の、ね、有用性とかが分かるかなというふうに思います。でこの、ね、手法の存在をしてたんで、まあ、空売りする時は75%以上の時は絶対しないとかね自分のルールで決めてたんで、まあ、これ非常に参考になったことが記憶がありますね。あとね30分 MBO ですね。あのー、30分足チャートの高値を 終わりで超えたら、あのー、次のう始めねで30分足のローソク足の始めであで入るとで引けまで持つっていう手法なんですけどそれもね勝率が高いということでえー、っとまあ見てお見たあまあ監視した記憶がありますまあこれアメリカしか通用しないのかもしれないですけどね日本ではざらばが短いので、まあ、ちょっとアメリカしか通用しないなというところもあるんですけども非常に参考になった記憶があります。 あとね、まあ、あのいろんなこのバンスタインさんの,あの入門書の中でもいろんな研究していて例えば移動平均の組み合わせでどれが一番消費率が高いとかとか期待値が高いかとかそういった、ね、内容もありますし季節性とかですねあと,うんと、まあ、予備特性とか、まあ、いろんなねあの本当アプローチの仕方で、えー、デート量でどうやって勝つかというね、あのー、アイディアを私に与えてくれたいい本であります。 はいいかがでしたでしょうかえー、トロードに関する私の推奨書籍についてお話をさせていただきました。ね、どうですかねえー、結構ね、あのー、まあ、この推奨書籍なんですけども、まあ、全部パンローリング車ということもあって、ちょっと高いんですよ、ね。値が張るんですよね。あのー、私全部ね、あの実は新品で買って、3万ぐらいかかったら記憶があるんですけど、えー、っと、まあ、 であのな中身ね、買わないんで、本当に中古で十分だと思います。中古で、Kindle かなんかで買ってしまえばぜ、全然いいと思う。中古とか、あるいは Kindle とかの安いね、あの本とかで十分だと思うので、えー、それで買っていただければなというふうに思います。まあ、まあ、できればね、私のサイト経由で買っていただくと、えー、と、10数台ぐらいになるんで、一冊たぶ売れたら、5、60円ぐらいプラスになるんで、あ,のありがたいなのか,かなと。 いいうふうふに思いますえー、と本日もね、えー、最後までご視聴いただきありがとうございます。えー、もしよろしかったらあチャンネル登録ですね、の方お願いします。あと高評価の方もよろしくお願いいたします。えー、金ちゃんビビチでした